いつもご視聴ありがとうございます。本日は新社会人におすすめな中古車を5台紹介いたします。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入っていきましょう。社会人1年目はとにかく仕事に慣れるのも大変だし、毎月給料が入るようになってきますが、まだまだ貯金がない人が多いと思います。私も社会人1年目は軽自動車を購入したりして、貯金がたまらず大変な1年間でした。新社会人の方々はお金に余裕があまりないと思いますので、今回予算80万円以内に絞っておすすめな車を5台紹介いたします。新社会人におすすめな車第5位がスズキスイフトスポーツです。スイフトスポーツの現行型は2017年9月に登場したばかりなので、今回の予算内での購入は厳しいです。今回は現行の一つ前にあたる3代目スイフトスポーツが候補となります。3代目スイフトスポーツは2011年11月から2017年8月まで販売されていたモデルです。スイフトスポーツのスペックと評価を見ていきましょう。スイフトスポーツの良い点は、軽量ボディの6速 MT で 1600cc の高回転型エンジンを搭載していることです。最大7000回転まで回るエンジンで、上まで回して楽しめるエンジンであり、街乗りから高速まで十分な動力性能があります。コンパクトスポーツなので取り回しがしやすいのも大きなメリットです。旧型になりましたが、エクステリアのデザインも現行と比べてどっちが現行なのかわからないぐらい完成されたデザインをしています。スイフトスポーツの不満な点は、コンパクトカーですがスポーツタイプの車なため、廃屋仕様となっているところです。また現行と比べるとノンターボエンジンのため、低回転域でのパンチ力はありません。スイフトスポーツの現在の中古車は2012年から2014年式で、走行距離6万から10万キロぐらいで約80万円で乗り出しが可能です。現行型は2017年から2018年式で、走行距離3万から5万キロで約160万円で乗り出しが可能です。新社会人で維持費を抑えつつ、軽量の6速 MT のコンパクトスポーツに乗りたい方には非常におすすめな車です。新社会人におすすめな車第4位が日産スカイラインクーペです。スカイラインクーペの現行型は現在国内での販売はされていません。今回の候補は CPV35 と CKV36 スカイラインクーペになります。 CPV35 スカイラインクーペは2003年から2007年まで販売されており、 CKV36 スカイラインクーペは2007年から2016年まで販売されていたモデルになります。スカイラインクーペのスペックを見ていきましょう。スカイラインクーペの良い点は、大排気量の高回転型エンジンを搭載していることと、ラグジュアリークーペらしい内外装のデザインです。とにかく
パワフルなエンジンを搭載しているので、高速道路や山道、そしてサーキットまで十分な加速力を発揮するエンジンです。スカイラインクーペの不満な点は、大排気量車なので仕方がありませんが、廃屋仕様で燃費が悪いことです。CPV35 スカイラインクーペの中古車は2003年から2005年式、走行距離6万から10万キロで約60から70万円で乗り出しが可能です。 CKV36 スカイラインクーペの中古車は2007年から2008年式、走行距離7万から10万キロで約90から100万円で乗り出しが可能です。予算に余裕がある人は CKV36 スカイラインクーペがおすすめです。予算を抑えつつ両方乗ってみたい方は CPV35 スカイラインクーペを先に購入しましょう。スカイラインクーペは大排気量車のラグジュアリークーペに乗りたい人には非常におすすめな車です。なんといってもデザインがかっこよすぎますよね。新社会人におすすめな車第3位が日産フェアレディ Z です。日産フェアレディ Z の現行型は2008年12月に登場いたしました。現行型は今回の予算内での購入が厳しいので、一つ前のフェアレディ Z33 型が候補になります。フェアレディ Z33 型は2002年10月に登場し、2008年10月まで販売されていたモデルです。フェアレディ Z33 型には前期、中期、後期があり、それぞれエンジンスペックが違います。前中期は同じ V935-0E エンジンで、前期が280馬力、中期が294馬力となっています。後期型は V935-HR エンジンで313馬力となっています。フェアレディ Z のスペックと評価を見ていきましょう。フェアレディ Z の良い点は、なんといっても大排気量エンジンのパワーと走行性能がものすごく高いことです。また、約20年前に登場した車ですが、エクステリアのデザインが非常にかっこよく、古さを感じないところです。フェアレディ Z の不満な点は、仕方がありませんが、廃屋仕様の大排気量車なので、燃費が悪いことです。また、インテリアの質感もスポーツカーなので、現行の車と比べると質感が低いです。フェアレディ Z の中古車は2005年から2006年式、走行距離6万から10万キロで約80万円で乗り出しが可能です。しかし、AT と同じ条件で MT 車を探すと150万円から200万円になります。フェアレディ Z は大排気量のスポーツカーに乗りたい人におすすめな車です。新社会人におすすめな車第2位がレクサス IS です。レクサス IS の現行は2013年5月に登場いたしました。現行型は今回の予算内での購入は厳しいので旧型の 20K レクサス IS が候補になります。 20K レクサス IS は2005年1月に登場し、2013年4月まで販売されていたモデルです。レクサス IS のスペックを見ていきましょう。
サス IS の良い点は大排気量エンジンを搭載しており、高級感のある内外装の設計をしていることです。レクサス車の中でもサイズがコンパクトで走りが良い車に仕上がっています。レクサス IS の不満な点は仕方がありませんが、ハイオク仕様で燃費が悪いことです。レクサス IS の中古車は 2500cc も 3500cc も2008年式、走行距離6万から9万キロで約80万円で乗り出しが可能です。維持費を抑えて乗りたい人には 2500cc モデルでスポーツカー並みの動力性能が欲しい人は 3500cc がおすすめです。レクサスブランドであり、高級感もあり、静粛性や乗り心地も良いので、全体的にレベルの高い車に仕上がっています。新社会人におすすめな車、第1位が日産フーガです。日産フーガの現行型は2009年11月に登場いたしました。日産フーガのスペックを見ていきましょう。日産フーガの良い点は現行型であり、内外装の質感が非常に高く、乗り心地や静粛性も非常に高いことです。スカイラインと兄弟車であり、同じクラスの国産車と比べて走行性能が高いです。日産フーガの不満な点はレクサスやフェアレディ Z と同じくハイオク仕様で燃費が悪いことです。また大柄なサイズであるため狭い道では運転がしにくいです。日産フーガの中古車は2009年から2012年式、走行距離8万から12万キロで約80万円で乗り出しが可能です。現行型の高級車が80万円で乗り出せるので、かなりお買い得感があります。以上、新社会人におすすめな車、5選でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。